賢女は、戦国時代から安土桃山時代の浄土新宗の僧。浄土新宗本願寺派、第十一世宗主、新宗大派、第十一代門首、石山本願寺住職。賢女は号で、忌ミナワミ保守を務めた、次号本願寺を冠して、本願寺光ツとも呼ばれる。陰号は、死柄木院。法印大僧正、純三宮。父は、 第十世宗主の少女、関白内大臣、九条種道の勇士。室は、左大臣、三条金より三条の女の助手に、長男に、新州親派、第十二大門首の教女。次男に、新州共生派第十七世門主の謙遜、三男に、浄土新州本願寺派、第十二世宗主の順女がいる。宗教者でありながら武装した僧侶や信徒と共に、 神仏の冒徳を繰り返した、織田信長を敵とみなし、全国の本願寺門徒に、信長打倒を呼びかけて、天下統一を目前で阻止した。軍事的にも、経済的にも、圧倒的に有利な織田軍相手に、調略を巡らせて信長包囲網を築き、10年以上に、渡って激しい攻防を繰り広げたことで知られる。天文12年1月6日または1月7日、本願寺、 第十世、少女の長子として誕生。母は、庭田茂近の娘、秋吉に。天文23年8月12日、父である少女が重体となり、急遽特度が行われることになった。賢女は、父、少女が九条家への勇士となったことを先例として、全関白、九条種道の勇士となり、12歳で少女を死として特度した。翌13日、 小女の死により、本願寺を継承し、祖母、陳栄二の補佐を受けて、教団を運営した。工事三年四月十七日、六角貞頼の勇士の女春二と結婚した。女春二の実の姉は、武田信玄の性質、三条夫人であり、信玄と剣女は、義系帝にあたる。政略結婚とはいえ、二人の夫婦仲は良く、結婚三十一年目の天正十六年の、 七夕には、と歌を詠み合っている。永六二年、扇町天皇の臨時により、本願寺が門跡となる。本願寺は、小女、剣女と二代にわたって、石棺家である九条家の勇士となって門跡に、ふさわしい格式を得たとして門跡への昇格を求めていた。折しも奨励陰門跡である御子と朝方神皇が、幼少で門跡の職務を行い得なかったため、 小連人の異論が出されないまま本願寺の要求が認められたと考えられている。A63 年には、因下として、河内国賢章寺、張馬国本徳寺、三河国本州寺を指定し、傍観に下妻氏を認じる。A64 年には僧侶に認じられている。賢女の時代、本願寺教団は、少女の時代以来進めてきた門徒による、一向一揆の掌握に努める一方、 官僚家であった細川慶長屋や景の区家との遠石関係を深めており、経済的、軍事的な要所である石山本願寺を拠点として、主に、機内を中心に本願寺派の寺を配置し、大名に匹敵する権力を有するようになり、教団は最盛期を迎えていた。県与画像幅石川県立歴史博物館、所蔵18世紀しかし、本願寺は、 武家の封建関係の外でこのような権力を握っていたことから、延暦寺や境の町衆などと同様に、永禄十一年に将軍、足利義明を奉じて上落し、義明を通じて影響力を強めていた織田信長による圧迫を受けるようになり、権威は信長と敵対する。元気元年に本願寺と織田氏は交戦状態に入った。一連の構想は、 石山合戦と呼ばれる。その後、元気年間に将軍、義明と信長は反目し、義明は、甲斐の国の武田氏をはじめ越前国の朝倉氏、大江国の浅井氏ら、藩大田勢力と共に、信長法移毛を構築した。本願寺も、信長法移毛の一角を担い、県女は自ら、石山本願寺に籠城し、西下衆などの友好を結ぶ、土豪勢力と協力する。 地方の門徒組織を動員して、長島一向一揆などの一向一揆を起こし、信長に対抗した。しかし、元気4年4月には、武田信玄の死を契機に包囲網が破綻。朝倉、浅井、足利などの同盟勢力は次々と織田氏によって、滅ぼされ、木津川口の戦いなどで抵抗を続けた。本願寺も、最終的には交戦継続を諦め、朝廷を、 和平の仲介役として、天正八年に信長とは僕。県与自身は石山を退去し、木の国先守別院に移った。本能寺の変後信長に代わって、機内の実権を握った橋場秀吉と早急に和睦すると、秀吉は本願寺とその門徒が持つ、経済力や技術力を利用して、石山本願寺の寺内町をもとに、大阪城と城下町、大阪を整備した。 天正13年には、その大阪郊外にある、摂津中島に移転して、天馬本願寺を建立した。ここは、ルイス・フロイスによると、秀吉の宮殿の前方にある孤立した定地で、さらに、住居に壁を巡らしたり堀を作ることを禁じられており、本願寺は、豊臣政権の強い統制下に置かれていたことがわかる。この都市女は大僧正に任じられた。 翌天正14年には純三宮の宣言を受ける。しかし秀吉から九州平定に同行するよう命じられ、暫時下関滞在を余儀なくされた。天正17年には一騒動あった。樹落台の壁に制道批判の落書きが書かれ、その容疑者が本願寺寺寺内町に逃げ込んだという情報と、秀吉から追われていた芝吉銀、細川明元、 美藤知仙らの浪人がやはり天魔に潜伏しているという情報を相次いで入手した豊臣政権は同年3月に石田三成に命じて寺内町の取締り強化とこれらのものをかくまったと断定された二町の破壊を骨子とする厳しい寺内成敗を行わせたのである肝心の芝吉銀らはついに発見されなかったものの彼らをかくまった罪で天満の町人十三名が 京都六条河原ので張り付けとなったほか、県女も2月29日に、秀吉から老人の逃亡を見逃したことを理由に、失席をこむり、3月8日にはさらに、容疑者院徳に関与したとして、連女の孫にあたる、元徳寺、県悟が自害を命じられた。こうして、かつて本願寺が持っていた、強大な領主権力は、県女一代のもとで完全に失われていったのである。 天正19年には秀吉から京都七条堀川の地に寺地を与えられたことで、さらなる移転を余儀なくされ、この新天地での本願寺教団の再興を期したが、翌天正20年11月24日に50歳で自弱した。賢女が没すると、石山本願寺退居時に、信長への対応をめぐっては僕派の賢女と意見を、ことにした教皇派の長男教女に変えて、 三男の順序が十二世宗主に立てられることになった。教団内部での対立が進行する中、徳川家康により、慶市に新たな寺地が寄進されたことを受けて、京女と彼を支持する勢力は慶長7年に独立して東本願寺を設立した。こうして、本願寺は順序の西本願寺と京女の東本願寺とに分裂することになった。ありがとうございます。